皆さんこんにちは、アメスマチャンネルのキドです。イカフです。今日はですね、ダラス高等学校徹底解説ということで、この広い地図をですね、皆さんに見ていただきながら各ね、場所をね、ちょっと紹介していきたいなと思ってるわけですよ。そうそう、頑張って帰ってましたもんね。15分ぐらいかかりました。ちょっと縮尺がね、若干違うところはあるんですけれども、そこはちょっとご愛嬌ということで勘弁いただきまして、で早速ね、ダラスの街を紹介していきたいなと思います。で、まず一番最初、こちらから行きますかね。これが真ん中にあるのがね、DFW エアポートということで、皆さん、おそらくここからダラスにいらっしゃるんじゃないかなと思います。日本からの直行便、JAL が飛ばしてるし、まあ、アメリカン航空のハブ空港ということなんで、まあ、かなりアメリカの中でもね、第2位とか第3位ぐらいの大きい空港なんですね。で、こっからですね、まあ大体皆さん、日本人が住むエリアのところに移動するわけなんですけれども、まず多分一番最初にね、日本人が多いエリアっていうとね、この辺のね、クリスコとかプレドなんじゃないかなと思います。クリスコプレドね、はい。で、ここはね、まあ最近だとトヨタ北米本社が引っ越してきて、まあ住所は本当ね、プレドとクリスコの間ぐらいにあるんですけど、まあここにそのトヨタさんが来たことで、もともと日本人の人ちょこちょこいたのが、この辺で今結構増えてる感じですね。で、この辺の人口で言うと、全体で言うとね、700、800万人ぐらいいるんですよ。結構広い都市圏なんだけど、その中で日本人がね、4000人ちょっとぐらいいるって感じですね。結構いますね、4000人。そうそう、最近やっぱ増えてて、年間ね、10% ぐらい増えてるみたいな。すごいですね。そのペースでいくとさ、だから2、3年後ぐらいにさ、もう5000人ぐらい増えちゃう。でそうすると、ヒューストンとかが今ね、4500、600人ぐらいとからしくて、まあ、今年とか来年ぐらいにはもう、ヒューストンを抜いて、テキサスの中で一番日本人の多い地域になるんじゃないかって言われてますね。へぇ、すごい。そうそう、そんぐらい成長してるんですね。でも意外と日本でね、いつでも合うわけじゃないですよね。全然合わないです。合わないですよね、なんか。スタバとか行っても合わないですよね。そうそうそう。まあやっぱりね、LA とかニューヨークとかハワイとかと比べると、街歩いててとか、どっか生活してて日本人と会うっていうのはすごい確率的には低いんじゃないかなと思いますね。あと広いですよね。そう、とにかく街図こうやって書いてちょっと狭く見えるんだけど、実際めちゃくちゃ広いから、なかなか多分日本人の人とすれ違うとか、会うとかってあんまないんじゃないかなと思いますね。で、このね、空港からこのフリスコとかプレーノに行くのに、まあ、高速使っていくんだけど、高速がこのね、121サムレイバーンっていうのがあるんですよ。こっから、まあ実際はね、もうこっからすぐ乗ってずっと一本道で行けるような道があって、で、大体ね、まあ25分とか30分ぐらいかな、まあもちろん場所にもよるんですけど、っていう感じの距離感ですね。で、じゃあここをちょっと紹介したから、この行く手前にある街をちょっとずつ紹介していくと、その手前にあるのがこのね、リトルエルムっていうエリア で、ここはね、なんかね、この辺にね、湖があるんですよ。なんで場所も便利だし、まあそういう湖とか、あとキャンプサイトとかもあるから、ちょっと自然が好きな人とかは結構こういうところに住んでたりしますね。で、あとそのちょっと下にあるのがコロニーっていう街で、まあ、ここもまあほとんどまあ一緒みたいな感じなんだけど、割とね、新しく開発が進んでいるようなエリアで、結構新しい家多いですね。で、ちなみにちょっと説明し忘れちゃったんだけど、フリスコとリトルエルムとコロニーの間ぐらいにユニバーサルスタジオが来るっていう噂があって、一応契約は結ばれてるらしいんだけど、ニュースでは出てて、ただまだ実際の工事は始まってないのかな。なんだけど、まあそれが数年後とかに来ると、あんまりさ、ダラスって観光するところ少ないですよね。案内するとかないでしょうね。そうそうそう、だからそれができると、割とちょっとアミューズメント的にもまあ少し盛り上がるんじゃないかっていうふうに言われてます。確かに USJ でね、アメリカで USJ って行ってみたいですもんね。そう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 。で、その手前にあるのがですね、このルイスっていう街ですね。で、まあこの辺はね、あんまりちょっとね、運転してても景色正直そんなに変わんないって感じ。なるほど。ただまあ物価で言うと、やっぱりフリスコとかプレーノって結構まあ新しいところも多いし、割と高くなってきてるんだけど、こっちに行く方が少し物価が安い。まあ物価で言うとまあ家賃だね。家賃が安いんですか。安いっていう感じで、この121の高速からすぐ10分ぐらいで行けて、なんかね、トヨタの社員の人で、まあこの辺になんかオフィスあるんだけど、トヨタの一人だと、はい、なんかこの辺だと家がちょっと高いから、なんかルイスビルに住んでるっていう人がいたね。なんかこっちの方がなんか家賃も安くて、まあ考え方によってはこっちも出やすいし、
そうそうそう、いいですね。ベニーっていう風に言ってましたね。でその下に、まあ、コッペルとかっていう、まあ、また似たような町があったりとかして、でさらにちょっとねこっちの東の方に行くと、このサウスレイクっていう、これもね結構新しい新興系の町で、なんかモールとかがすごい充実してる。あ、そうなんですね。そうそう、私さまさまサウスレイクって名前初めて知りました。この辺は相当マニアックですね。なるほど。そうそうそう。でもまあ最近開発も進んで新しいお店が増えてるんで、なんかたまに遊びに行きますとか、なんかねあとお寿司屋さんとかもなんか割と新しいのができてるっていう噂もありまして、そういったみたいな人たまに。じゃあ今度アメスマで行きましょう、ね、サウスベイクとか相当マニアックでなかなかダラス以外に住んでる人はなかなか見なそうなでその下にあるのがこのグレープバインで、ここが、まあ、いわゆるその空港がある、まあ、街っていう感じ、そうで JAL さんとかいくつか日本の会社のオフィスとかもこの周辺にあったりする。まあ、結構物流系の会社が多いかもしれないね。要は空港すぐ近くで、そう、ここからまあ物を運んだりとかするのに、なるほど、まあ、オフィスあると便利だから。確かね、ヤマトさんとかもこの辺に拠点を構えてた覚えがあります。あのグレープワインとかは結構家賃とかもあると安めなんでしょうか。でもそう、住む場所ではあんまりない感じ。あ、いや、普通にアパートとかもいっぱいあって、まあ、例えばそのフリスコとかフレーノとかのすごい高いところと比べると多分多少ミニだったかなっていう感じ。なるほど。まあ、多分土地も割と広いっていうイメージですね。でそんな感じで、でそのちょっと横にあるのがね、このキャロルドっていう街があって、でこれはね韓国系スーパーの H マートがあって、そのすぐ近くになんかいろんなね韓国系のお店が並んでる、なんかモールみたいなのが3つか4つぐらい並んでて、あ、そうなんですね。そうそうそう、そこに行く人っていうのは結構多いんじゃないかなと思いますね。行ってみたい。そう、あ、行ったことない。行ったことない多分ね、私こっちがあんまり行ったことないんですよね。あ、なるほどね。まあ確かに内側に住んでる人からするとちょっと遠い、30分以上多分かかるから。そうですよね、なかなかね。そう、まあうちはね、この辺なんでビュッて行くと15分ぐらいで行けるから。ああ、そんなもんなんですね。そうたまに行ったりしますね、で、キャロルトンあれもあるんでしたっけ、補修校。そうそうそう、日本人の補修校もキャロルトンにあって、まあ、それもあって多分その帰りとかにちょっとアジア系スーパー行って帰ろうとか、あとお昼をその韓国料理とかって帰ろうみたいな。ああ、なるほど。結構いるんじゃないかなと。キャロルトンは日本でやっぱり住んでる人多いんですかね、割と。ここもね、割とそのちょっとこうやって見ると距離遠く見えるんだけど、フレーノとかと本当すぐ隣、なんかねイメージこの辺までキャロルトンだ。こういう感じで、だからこの辺でキャロルトンってなると、もうフレーノまで本当5分とか10分ぐらいで出れるし、で、まあここもやっぱね開発してるアパートも新しいのできてるエリアとかっていうのもあるから、そこに住んでるっていう人もちらほら聞きますね。へえ、いいですね。そうなんですね。そう、便利ですね。で、大体東側はそんな感じですかね。あと一応番外編でね、テントっていうのがあって、ここは日本人で多分住んでる人あんまり聞いたことない、まあ、結構遠いんですよ。遠いんですか。そう、空港からも多分50分ぐらい感じないかな。なるほど。プレーのフリスコとかからも30分ぐらいかもかな、結構離れてるんだけど、まあなんかね、町としては昔から割と大きい町としては有名 で、で今行くと、まあ、結構昔からあるアメリカの町並みっていう感じ。この辺ですから新しいんですよ。なんかどんどん開発して作られたところ で、昔からある町っていうのがこのデントンとか、あと、まあ、ちょっとまだ紹介しないんだけど、リチャードソンとかガーランドとか、この辺は昔からある町。へえ、そうなんですね。そうそうそう、逆にこの辺のね、プレーンとかフリスコとか、まあ、もうなんか牧草地帯みたいな感じ何もないみたいな、なるほど、感じだったところにボコボコ新しいのができてるって感じで、だから飛行機とか乗ってるとね、大体このテントってね、そうなんですか。飛行機乗って、あのさ、飛行機のマップみたいなのあるじゃん。ありますあります。今どこに移動してるのか、でそれでなんかいろんな都市がちょこちょこ紹介されてるんだけど、テントは大体そこに入ってる。そうなんですか。あのプレーンとかフリスコってそこに紹介されてなくて。なるほど。そうなんだ、知らなかった。そうなんです。で、ここから東か。東の方はちょっと見ていこうと思うんだけど、ここはね、ファーマーズブランチっていうエリアで、まあ、ここもね、なんかね、ちょこちょこオフィスがあったりとか、まあ、工場関係の施設とか、そういうのとかが多い。まあ、ちょっと工業地帯っぽいエリアかな。で、そのちょっと右側にラスコリナスっていうエリアがあって、でここも
結構新しく開発されてるエリアっていう感じで、新しいんですね、その辺もエリアとして。この辺は結構新しい、なんかね、アパートとかも、まあ、明らかに最近できたばっかりみたいな、結構でっかいアパートのコンプレックスとかがあったりするから、ここは割となんかね、あの空港にもやっぱ近くて出やすいし、で多少あの北の方に比べるとまだ物価がちょっと安い、家賃安いから、一人暮らしするとかっていうのはちょっと便利かもしれない。確かに便利そうですね。全然知らなかったからそんなあるんだみたいな感じなんですけど。で、あとそのさらに右下にアービングっていうのがあって、はい、アービングも割とちょっとね、グレープバインとかと似てる感じで、なんか工業系の地帯で物流拠点とかは結構この辺にあったりしますね。へー。あと日系の会社のオフィスもね、この辺にちらほらとあるみたいな。あ、そうなんですね。意外と日本人の人でたまにアービングに住んでるっていう人は。あ、いらっしゃるんですね。そう、で、ここ、まあ、アービングがあって、で、そのちょっと横にですね、ラブフィールドっていう空港があるんですよ。へー、空港なんでしょうか。そう、これ使ったことある、ないです、知らない。これはね、あの国際線はほとんど飛んでなくて、もうすごいちっちゃい空港で、国内線がなんかサウスウェストとか一部の航空会社が使ってる空港なんだけど、結構ね、この都心部にあって、まあ、便利なんだけど、まあ、いかんせん、まあ、サイズがちっちゃいし、あの本数が多くないから、使ったことあるって言ったらそんな多くないかもしれないね。なんかたまにアメリカのね、例えばカリフォルニアとか、ああいうところに住んでるみたいな友達が、なんかダラス遊びに行きますとかって言うと、たまにこのラブフィールドに着く人とかって、たまにピックアップしに行ったりとかは。へぇー。あれですか、ダラスフォートマース空港って大きすぎて、ぶっちゃけも分かりにくいじゃないですか。どこいるのみたいになる時あるじゃないですか。そんなに迷うことではない。そう、こっちはもうね、ターミナルが1個だけだから、あ、すごい。なるほど。こっちはね、5個ぐらいでね、ターミナル A から E まで。ありますもんね。そう、広いんだけど。で、そのちょっと右下にですね、まあ、いわゆるそのダラス、人々が想像するダラスの街があります。うん、なんかみんなダラス、ダラスって言ってるけど、ダラスに住んでなくって、普通に住んでるんですよね。で、これはもうあるあるですね。ね、なぜなら、まあ正直さ、プレイノとかフリスコってさ、あんまり外の人からしたらどこっていう感じじゃん。うん、そうですよね。そう、だから伝わんないから、もうダラスって言っちゃうの。なるほど。あるあるじゃないかと。で、ここまダラスが、一応ダウンタウンかアップタウンっていうのがあって、うん、まあダウンタウンはやっぱりね、どこの街もそうなんだけど、うん、あんまり治安が良くない。なるほど。まあ、ホームレスの人とかいて、ホテルとか、金融街だから、金融の人とか、それこそあの、MUFG とか、日本の会社でオリックスとか、この辺で、あの、オフィスがありますね。もうちょっと上にアップタウンがあって、アップタウンは割とそのバーとか、若者が行くお店、カフェとかそういうのが多いってことですか。カフェとかも結構アップタウンの方が多いと思う。だから駐在でそれこそまあなんかこの辺にオフィスがありますみたいな、あの一人の駐在の人とか友達とかと結構このアップタウンに住んでるっていう人は何人かいますね。すごいですね。なんかね、多分だけどお子さんがいると、まあ、学区とかさ、なんかあとまあ多少の治安とか遊ばせるところとか気にすると思うんだけど、まあ、正直一人身だとさ、別にそんなにどこ住んでも便利だった。便利で、なんか歩いてて、まあ、便利で面白いところとかそういう視点になると思うから、そうなってもこの辺に住む人は結構いるかなっていう。確かに家族がいるかいないかでも結構変わりそうですもんね、住みたい地域。結構違う。で、ここの、まあ、ダラスがあって、一応まあ北がメインっていう感じなんだけど、一応ですね、ダラス・フォートワースってよく言われてると思うんだけど、こちら端っこにですね、フォートワースって結構遠くないですか。結構遠いね。でもここ多分ね、30E っていう高速を使ってもうずっと、うん、あの行くんだけど、45分ぐらいかかるな、多分。結構遠い。結構遠い。だからいわゆるなんていうのかな、まあ、東京がこの辺だとしたら、なんか横浜とか、なるほど、あの人がめっちゃ住んでるけど、経済圏的にはちょっと違いますみたいな。まあでもね、あのフォートワースって別にあの経済都市としては結構ね、トップ30ぐらいに多分入るぐらい、うん、アメリカの中で大きい都市ではあるんだよね。あ、待って、すごい、はい、そこだけで質問なくて、フォートワースはフォートワースで栄えてるってこと。そう、フォートワースはフォートワース自体で、まあ、多分街があるんですよ、ダウンタウンとか、エリアが。あ、そうなんですね。そうで、一応まあどうだろうね、まあ、経済都市という経済圏、うん、まあ、いわゆるその東京都と
東京プラス関東近郊みたいな分け方をするときに、うん、まあ、フォートバースも入れて考える人もいれば、うん、この町だ、ダンス周辺だけっていう考える人もいるんだけど、うん、そうで、このね、フォートバースもでも距離的にはさ、40分とか45分だから一応その結構近い、うん、生活別にここに住んでて、うん、こっちに通ってくる人も結構いるからさ、なるほど、遊ぼうとなったら来てくれてあるとかそういう感じですか。そう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 、そういう感じだから、まあ普通にこの一個の街の一つとして、まあ、カウントされてるような雰囲気があるからと。へえ。で、ちなみにこのダラス・フォートワース自体、まあ、ダラスも伸びてるんだけど、フォートワースの、 あの経済成長っていうか人口増えてて、何かのデータで2030年だか40年だかちょっと忘れちゃったけど、あと10年か20年したらこの DFW の経済都市がアメリカで一番大きいエリアになるっていうふうに言われてる。楽しみすぎますね。そうそうそう、だからさ、まあ、ニューヨークとかカリフォルニアってやっぱり、まあ、物価も高くなってるし、どっちかっていうと人が流出してるエリアなんだけど、まあ、その流出した人たちがこういうテキサスだったりとか、まあ、あとフロリダとか、まあ、そういう割とその、まあ、タックスがちょっとかかんないとか、うんうん、まあ、あとは、ね、物価が安いとか、まあ、そういうのが理由で引っ越してる人が多いから。でもそう言っててもダラスもどんどん値上がりしていくかもしれないですね。年の発展ともね。そうだよ、だって俺がさ2016年に引っ越してきて、うん、まあ家とかをさ見てさ、なんか 3LDK とか 4LDK の結構大きい家で、うん、なんか30万ドルとかだったわけ、うん、でそれが今もう見たらもう55万ドルとか60万ドルとかもうほぼ倍ぐらいになってるわけ。でも今まで終わってるわけじゃなくて、まだこれからも多分家値段は上がっていきそうな感じがしますので、あのね、もうね、30年後には確実にその50万ドル、60万ドルの家が多分1ミリオン、1億以上超えるっていうのは、まあ、ほぼ間違いないかなと思いますね。10年後とかね、それ将来ですよね。そういう意味ではダラスに不動産を買おうとしてる日本人もいそうですね。そうだね、結構あの不動産投資も盛んで、でちょっとね、日本の節税をするのにかなりまあ便利な投資条件がここに揃ってたっていうこともあって、うん、すごい多かった。2018年とか 9年ぐらいのすごい多くて、で一応ちょっとね、税金のそのルールが変わって少し減ったとは言われてるんだけど、うん、でもまだまだやっぱりその日本ってさ、基本的に作って人が住んだら価値が落ちるじゃん、うんうん、でもこっちはさ、作って住んだらなぜか価値が上がるっていう、おかしいよ、なんでだろうとかね、日本人からすると、そうっていう謎の現象が起こるから、やっぱりあの投資物件としては非常に魅力的だと思いますね。で、まあフォートワースそんな感じで、うんうん、で、このダラスの周りをちょっと見ていくと、次はこのユニバーシティパークっていうのがあって、うん、まあ、ここはね、いわゆるね、昔からある高級エリアっていう感じ、うん、あの、まあ、この辺に住んでるって言ったら、うん、もう家柄の良いお人でみたいな感じのエリアで、なんか会社の社長さんとかそういう人が住んではったりするんですかね。そうだねとか、まあ、地主さんみたいな人とか、なるほど、なんかね、そこの辺のちょっと北のダラスのちょっと北のエリアとかに豪邸がやっぱ結構多くて、ここってハイランドパークも一緒、あ、そう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 、ハイランド、このちょっと下にハイランドパークとかもあって、まあ、その辺の一緒のエリアって感じかな。でもちなみにうちの家族でそこのドライブするじゃないですか、うん、うちの娘がパパとママものすごく貧乏なのうちはとか言われていやいやいや、ここがおかしいからみたいなそれを見ちゃうとこれが普通かなとかそういう家がいいなとかって流行らないからみたいな、ちょっと切なくなりますか、まあ現実と共に生きていきましょうで、まあ、そういうね、治安がいいというか、うん、いいエリアもあれば、ダラス結構治安の悪いエリアも多いんですよ。で、それどの辺かっていうとね、このダラスの街の中の南のね、この辺ってあんまり治安良くないんですよ。行ってみたらわかるんだけど、家はやっぱりもう金網フェンスみたいな感じがちょっとで、基本的にはもうかなり見た目も古そうな家っていうのがあって、で、そのね、代表格と言ったらすげえ失礼なんですけど、治安もない町の一つでメスキートっていう町があって、うん、でここはね、やっぱ工場と か、うん、なんかそういうのも多いんだけど、うん、強盗とかそういうのも多くて、でうちもね、その昔、うん、あの携帯のお店を運営してて、うん、この辺にお店を作ってたんです、うん、もうこうやってね、強盗に入られる率が高いお店、あ、そうなんですか、思いっきしね、2、3回強盗に入られてますからね、え、本当ですか、一番衝撃的だったのは1月の1日早々に、1月の1日年越しパーティーしている最中っていうか、ほぼ終わりで、うん、
うんうん、で、そろそろ寝ようかなと思ったら警察から電話かかってきて、うん、なんかお宅 の、 あのアラームが鳴ってますけどどうしますみたいな感じで言われて、で行ってみてくださいって言って、うん、で30分後また電話来て、うん、なんかあの窓ガラスとか出てここから入りますよって言って、で俺さ当時この辺に住んでたからさ怖すぎる。そう、こっからなんかさ運転してさ1月1日にさこのお店まで行ってさ、うん、まあ、ガラスめっちゃ笑ってんじゃん。本当に笑ってたんですか。笑われて、明らかに冒頭が入りましたって感じになってて、そうそうそう、笑い方ってないけど、人がいなくてよかったですね。そうそう、人がいなくてよかったなぁと思っていたら、その翌日にまた冒頭が入りまして、うん、この店に同じ店にもう一回入ったの。同じ店にもう一回入って、今度はショットガン持ったやつが入ってきた。携帯出せ、それは普通なの。2回ごとは入るのって普通なの。あー、普通、うん、まあでもね、そういう強盗は どこに入りやすくてどこにも金目のものがあるかっていうのを調べてるわけ。なるほど。ですごい余談になっちゃうんだけど、携帯ショップの携帯って結構価値高いんだよ。要は iPhone とかって今10万とか15万とか確かにしますもんね。で在庫がまあ5個とか10個とかあったらそれだけで100万とか150万ぐらいのしますよ、ね、お金が入ってるのと一緒なんでね。確かに。しかも汗もつきにくいですしね、iPhone とかで。そう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 、転売とかして。売りやすいですもんね。そう、売りやすくて。で、当時、だから、まあ、そういう強盗があるのは知ってたから、うん、すごい奥の部屋に金庫、こんなガチャみたいなやるやつを入れてたわけ。入れてたんですか？ちょっとあったんだ、めたいわ、その金庫。本当の金庫ですね。本当の金庫。もうドリル、下の、やってる、持ってかれないようにして。でやってたんだけど、うん、まあ、ショットガン持った人が来て、で、強盗で、店長がその時いたんだけど、店長がこういう感じで、はい、多くの金庫を開けようみたいな感じで、うん、まあ、持ってかれちゃったから、まあ、セリオがねえって。今そんな話聞いたら、多分、誰も様になってますよ、っていうエリアなんです。まあ、日本人の人で住んでる人ってのは、ほぼ聞いたことない。なるほど。この辺のエリアはやっぱり。そうなんですね。日本でやっぱり、ね、治安は気にしますもんね。そうやっぱり治安は、うん、ちょっとね、良くないんで、ご飯食べに行くっていうのはあんまりないと思うから、あんまりそもそも行く機会がないんじゃないかなと思うんだけど、なるほど。そうそうそう、まあ、もしね、行く機会あったらちょっと注意してもらえればいいなと思います。へぇ、この辺は多分ね、この周辺の中で一番治安が良くないエリアかな。で、そのちょっと上に行くと、まあ、ガーラとかリチャードとか、さっきまあ、少し名前だけ出したと思うんだけど、まあ、割と昔からある町で、結構建物はなんかね、古っぽい感じが多い。へぇ、なんか昔からある建物だなっていう。こっちがさ、新しいからさ、そこから行くと結構なんか、あ、すごい昔からある建物だなっていうのがなんとなくわかる。なんかアメリカの不思議なところって家の価格が上がるから建て替えしないじゃないですか、あんまり。だから古い町並みはずっと古い家が残りますね。そう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 。で、面白いのは町並みは古いんだけど、別に部屋の中はなんか内装リフォームとかしてるから全然新しいのが結構あって、へー、そう、意外となんかこの辺ってやっぱどうしてもちょっと物価とか家賃とか高いから、この辺で家は買いづらいという人が、この辺で広めの家を買って中をリフォームして、で、ちょっと安く住んでるみたいな話はちょこちょこ聞くね。なるほど。そうですよね。なんかアメリカって地震があんまりないですもんね。そもそも。なんで別に古くてもそんな問題ないっていう感じだし、ね、でこの辺はね結構アジア系が多くて、ガーランとかでいうとなんかねベトナミーズとか多くて、まあ、リチャードさんもなんか中華系の、レストランとかも多かったとか。あ、そうなんですか。へえ。お店とかも結構あったりします。そう、アジア料理の店とか結構あって面白い。へえ、うん、で今度またこっちのプレーナーとかフリスコも戻ってきて、日本人が住むのでいうと多分この辺アレン・マッキニーあたりも多分結構多いような気がする、うんうん、っていうのはまあやっぱり この辺に日本人が多くて、うんうん、でまあプレーナーとかフリスコよりも気持ちなんか家賃とか安めっていう感じなんでね、うんうん、まあもちろん場所にもよるんだけど、うんうん、だからまあこの辺とかのでまあ、アクセスがいいところに住むっていうのも選択肢としてはあるんじゃないかなと思いますね。そっからもうちょっと離れてこの75番のこっち側は結構ね景色変わるんですよ。そうですよね。そう、なんかこっちはやっぱ街が新しくどんどんできてるんだけど、こっちはまだね手つかずのエリアもあったりとか、なんか一人一人の家が結構大きかったりとかして、なんか新しい家とか作った時に結構広く家を取れるんだよね。
で、こっちの方の家って逆にもう面積がすごい狭いから、なんか 3L とかなんだけど、なんか2階建てとか、なるほど、なんかちょっと縦長の家みたいな感じになって、なるほど、でアメリカ人から見るとなんかめっちゃちっちゃみたいな、なるほど、庭もちっちゃいし、ね、庭もちっちゃいし、でそういうところに住みたくないみたいな人は逆に、まあ、同じ値段払ってこっちで広めの家を買うとかっていうのはやっぱ考え方としてあって、この辺はまあ本当に家を購入するってなったら結構おすすめなんじゃないかな。引っ越してきて思ったのが、フレードフリスクがすごい便利だからいいなとか思うんですけど、ただ学校とかあった時とかにどうしようかなとか、結構学校によってびっくりするのが、地域もそうなんですけど、学校によって人種の割合バラバラだったりとかして、そう、ね、そう、すごいそれはびっくりしましたね。確かに、なんか一応さ、授業とかで学校のランクとかも見れて、うん、例えばこの辺の家に住むと小学校はこの学校に行って、その学校はランクがいくつでみたいなの全部載ってるんだけど、そこにはさ、あんまり人種構成って載ってないんだよね、で、なんかもうフリスコとかだと、ある学校行ったらほぼ全員インド人とか、ほぼ全員中国人みたいなところってやっぱあって、それってまあレベル的には高いんだけど、なんかわかんないけど多様性の中で育てて、子供を育てたいってなった時に全然多様じゃないわけ。そうですよ、インドに住んでるのもされますからね。そうで、しかも中国人とかインド人結構みんな勉強するし、親とかもさせるから、その中でこう一緒にやってくれる、大変な部分もやっぱあるから、そうなるとなんかその数字だけじゃなくて、もうちょっと定性的なものを見つつ、多分選んでいかもしれないんだろうなっていうふうには思いますね。そうですよね。なんかそれはすごく思いましたね。だからなんかフリスコプレイのアレンとかから離れていった方が、またいろんな人種が集まってるっていう感じはちょっとしますね。イメージで言うと。そう、この辺そう。中国、インドすごい多くて、この辺はちょっと韓国、ベトナムとかってあって、あー、なるほど、そうで、こっちの方に行くと、逆にすごい白人がやっぱ多くて、多いですよね、まあ、特にこのユニバーシティパークとかハイランドパークとか、その辺も結構白人が多いし、へー、だから結構まあ住むところによって、なんか合うこう人種が違ったりとかっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。ということで、もうここに書いてある街、大体全部紹介しましたけど、すごいですね、いいですね。なんか質問とか気になることあります？ゆかこさん。私はじゃあ、この動画を見てる人がどういう人かわかんないけど、これから家を買いますとか、これから投資したいですっていう人だったら、どこら辺をおすすめしますか？難しいですね。投資も結構いろんなタイプあるから、なんだろう、1個のアパートを一室買うとかもあるし、家なんとかとかもあるもんね、一軒家買うという手もあるんだけど、でも基本的にはこの辺どこ買っても、なんか少なくとも例えば2017、8年ぐらいに買いましたってなったら、ほぼみんな上がってんだよね。なるほど。そう、だから別にどこ買っても間違いではないんじゃないかなっていう感じはするんだけどね。ちなみに質問の2つ目で、この高速道路あるじゃないですか、メインの2つ建ての、ここから上ってまた栄えていくと思います？そうだね、なんかね、栄え方としては基本的にここからやっぱこう来て、ね、本当俺が引っ越してきた時、フリスコの上とかってもうほぼ何もなかった、だけどそれがプロスパーとかもなんか気づいたら街としてなんか成長し始めて、でさらにその上まで来てるから、多分この辺はまだまだ成長の余地があるんじゃないかな。こっちってまだね、土地が余ってるんでね、でかつ、まあ、高速も通ってるから割とすぐポッと下の方に出てきやすいし、そうまだまだこっちは成長するかなって感じで、こっちの方とかってもう割とエリアとしてはもう建物が整ってるっていう感じだから、そんなに大規模開発みたいなのはなんかあんまり多くなさそう。もちろんスポットスポットでね、開発されてるエリアはあると思うんだけど、全体的な傾向としてはこう北に北に伸びていくような感じですね。面白いですね。そうちょっと分かんないのはね、こっち側なんでね、こっち側は開発されてるエリアもあるんだけど、空港に行く機会が多い人とかだと結構遠いんだよ、こっち。そうですよね。そう、そう考えるとこっち側まだちょっと遠いかな。この辺とかは割と空港も出やすいし、そうですね、こっちしかもこっちから抜けれないんですよ、あの湖があって、ああそう抜けれないから余計に行きにくいっていうのありますよね。そうおすすめとしたらやっぱりね、こ
ここの高速が何個か通ってるところだとアクセスもやっぱ良くなるし、うんうん、で空港に近いっていうのはやっぱりメリットの一つではあるから、で特にここにさ、なんだっけ、あのユニバーサルスタジアムもできるし、まあ、あとねやっぱり開発されてるのこのエリア結構多いから、まあ、ここの辺を中心に割と近いところを、まあ、見ていって、まあ、投資物件なのか、まあ、自分が住む家なのか分かんないけど、まあ、見ていったらいいんじゃないかなと思います。でも面白いですね。これからダラスはでも発展しそうだから、うん、もうまだまだ楽しみですね。いやすごいよね。だって千尋さん、千尋さんが来たの6年前、そう、7年前か。7年前に来た時は全然違ったんですよね、今とは。そうそう、なんかまだだってあのレガシーウエストとかもなかったそうですよね。そうそうそう、そこからいろいろね、そう、そこからもうね、日本の、うん、何丸亀うどんとかが来たりとか、マックとかまで来たりとか、まあ日本食もすごい充実してきたっていう感じだから。そうなんですね。じゃあ確かに次の5年とかね、めっちゃ変わりそうですよね。まだまだ変わると思う。ねえ、楽しみです。そうそうそう、はい。ということで、もし皆さんこれ動画を見ていただいて、はい、なんかこの街はどうなんだろうとか、このエリアにはこういうのがあるからおすすめですみたいなのがあったら、コメント欄までコメントお願いいたします。ぜひぜひ。はい。ということで、今回は、ダラス・フォートワース街をね、徹底解説ということでご紹介していきました。この動画が良いと思っていただいた方は、動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。